どうも、フロントミッション大好きヒーロー、ライオンです。今回は、このチャンネルでもね、たびたび取り上げているフロントミッション、ストラクチャーアーツなんですが、フロントミッションってそもそも何という質問を前々からたまにね、いただいていたんですよね。あとまあ、前回の、フロントミッションファーストリメイクの続報が出ない理由の、まあ、噂としてね、昨今の情勢から見てストーリーに問題があるんじゃないかなんて話もあるよっていうようなところから、まあ、どんな話なのか、気になるという声もいただきましたので、今回はフロントミッションのストーリー解説をさせていただこうかなとも思ったんですが、まあ、発売をね、キンキンに控えていると、私はまだ、希望を捨ててはいないんですが、そのフロントミッションファーストリメイクのね、ネタバレになってもいけませんし、まあ、それをするのは気が引けますし、今回はですね、世界設定解説、ね、そしてオープニングから物語導入部の解説をさせていただこうかなと思います。どんな世界のお話で、まあ、こういったロボットたちはね、どういう立ち位置で、登場するのかといった解説をね、させていただこうと思います。はい。いや、今振り返ると、シリーズ1本目のね、フロントミッションが、その時はファーストってついてなかったんですけども、それが発売が1995年、シリーズのね、ナンバリングタイトルの最後のフロントミッションフィフスでも、2005年なので、まあ、スーパーファミコン、まあ、スーパーファミコンのほぼね、後半の方ですけども、そこからプレステ2までのね、時代に出たものなんですね。まあ、私たちみたいなね、おっさんが昔の名作のね、昔話にね、花咲かせてる一方で、若い視聴者の方にはね、さっぱりだった方もいたかもしれません。置き去りにして本当にすいませんでした。まずこのフロントミッションの世界観なんですけども、舞台となるのは2090年の世界、いわゆる、近未来 SF ですね。まあ、発売当時にとっては約100年後の未来のお話ということになります。で、この世界の国々っていうのはですね、まあ、いくつもの共同体というものを作っていたりとか、あとは連合国になってたりとか、あと合併していたりとかしてですね、まあ、そういうのがいくつもある中で、まあ、初代1作目のね、フロントミッションファーストのストーリーで、まあ、それを話す上で、押さえておきたいところだけを、まあ、と紹介しますけども、まあ、私も住んでいるこの日本っていうのはですね、まあ、フロントミッションの2090年にはですね、OCU、ね、オシアナ共同連合、略して OCU というところに所属しています。他にも、東アジアの一部とか、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドなどなどで、まあ、構成されています。そして、この、フロントミッションのファーストの主人公が属しているのも、OCU です。そしてもう一つ、カナダ、アメリカ、メキシコとなどなどね、こう南北アメリカ大陸はですね、USN、ニューコンチネント合衆国、略して USN になってまして、こちらは、さっき話した OCU とは、冷戦状態になっています。というのはですね、太平洋の小さな島、ハフマン島、ね、まあ、これ架空の島なんですけども、これが、90年代後半から隆起し始めて、ね、どんどんこう大きくなって、島としてね、大きくなってくるんですよ。で、場所はね、ここなんですけども、ここにあるんですが、まあ、OCU も USN もその、ね、出来上がったハフマン島に入植を開始して、互いにそこのね、領有権を主張してたんですよ。まあ、なんでね、こんな突然出てきた島にね、こんなところにね、こうみんながやってきて欲しがるんだってことなんですけども、ものすごく豊富な地下資源が確認されたからなんですね。まあ、そういうところだから OCU も USN ももうその島が欲しいわけですよ。そして、まあ、小競り合いもあったりするんですけども、もう2070年にとうとうでっかい武力衝突が起こります。まあ、これが第一次ハフマン紛争ってね、後に呼ばれる、戦争になります。これは物語のね、フロントミッションファーストよりも20年前のお話です。で、その紛争は、2072年に、終結します、ね。で、この、紛争終結の、仲介をしたのがザーフトラ共和国っていう、現在のロシアを中心に、かつてのソビエト連邦のような国家として再統合してできた国なんですけども、で、ここにですね、国連の機能を引き継いだ、PMO っていう、まあ、元国連のね、そういう PMO というところの本部があります。で、ここがザフトラ共和国が、仲介役になって、ね、ハフマン島はその島を、ね、真ん中で、二分する形で、国境線が引かれることになります。で、そこが唯一の、ね、OCU と USN が隣接する地になって、緊張状態が
ずっと続いているわけなんですが、それがですね、まあ、主人公が巻き込まれたある事件を発端として再びその緊張の糸が切られることになるというところからですね、フロントミッションのストーリーが始まります。世界観の説明の続きになるんですが、この作品の世界の戦争っていうのは、まあ、概ね現代の、まあ、戦争観からね、まあ、地続きになった感じで、まあ、現用の兵器とかその後ね、あんまり変わらないものが多く登場しているんですが、まあ、中でもこのフロントミッションという作品の目玉となるのがバンザー、ね、人型の重機、このこういったロボットですね。で、このバンザーがフロントミッションストラクチャーアーツでも、まあ、プラモデル化されているということです。全長は6メートルぐらいで、まあ、多くの機体は、まあ、人の手を模した、ね、精密なマニピュレーターによって、まあ、様々な巨大な武器を、ね、器用に操ることができる、ね、汎用性に富んだ、ね、ロボット兵器と思いきや、兵器だけじゃなくてですね、建築土木の分野とか、ね、運搬流通の分野でも活躍してたり、ね、でこのバンザーを使って戦う戦闘競技なんかもね、盛んに行われたりとかしてたりとかして、まあ、一般の人々にもすごく密着したものなんです。まあ、なんせ軍で使ってるものと同じものがもう本当に街の自動車屋さんみたいな感じで車売るみたいな感じでそこいら中で販売されてます、ね、バンザーだけじゃなくてその専用のマシンガンとかバズーカとかもうミサイルまで撃ってます、まあ、この辺は、まあ、ゲームだからみたいなところと思いきや、物語の中でもバンザーに乗って、戦場で取材をしているジャーナリストがいたりとか、バンザーを所有している天才ハッカーがいたりとか、まあ、本当に自動車感覚で、多くの人が自分のロボットを持ってるっていうそういう世界です、で、バンザーの販売方法が、まあ、独特でして、こういったね、プラモデルみたいに一機のロボットとして売られてるんではなくてですね、ボディ、アーム、レッグっていうね、これ別々で売られてるんですよ、ね。フロントミッションストラクチャーアーツではもう4機セットでしか買えないのとは大違いですね。はい、それ置いといて。このね、バラ売り方式が、まあ、ボディはこの強固なね、このボディにしよう、出力の高いこれにしようとかですね、アームはやっぱり命中精度の高いこれかなとか、いや、格闘戦が強いこっちかなとか、でレッグは移動力の高いこれ、いや地形に合わせてね、まあその地面に左右されないホバーがいいとかね、4本足の足にしようとかね、いや戦車みたいなこう無限軌道がついてるやつがいいとかですね、こう自由にカスタマイズができるんですよ。もうそのカスタマイズがもうすごい楽しいというのがもうゲームのフロントミッションのね魅力の一つなんですね。パーツ、武装、あとカラーリングもね、自由に設定できて、まあ、自分だけのバンザーを作れるのが、まあ、本当に楽しいゲームなんですよね。で、ちょっとね、ロボット戦争ものとして他にあまり見ない設定っていうか、このバンザーの立ち位置が独特で、特に一作目のね、最初のフロントミッションだと、戦いの中の、まあ、主役とか、ね、このバンザーの登場によって、ね、これまでの戦争のあり方を一変させる最強の兵器っていうようなポジションとかではないんですよ。もう戦闘機とか戦車とか、そういったものにはもう一歩も二歩も譲る、微妙な兵器です。はい。いろんな武器使えるとは言っても、この手に持ってるマシンガンとかよりも全然大きなね、大砲を詰める戦車の方が強いし、ね、空飛べる、ね、戦闘機、航空機、あと、ヘリコプターとかの方が、全然使えるよっていうような、世界の兵器です。はい。微妙なんです、こいつら。でもですね、まあ、さっき言いましたように、任務ごとに、その戦場の地形ごとに特化させたカスタマイズが簡単ということから、ハフマン島っていう自然そのままの地形を大きく残している、その狭い島の中で戦うっていうことに関しては、すごく向いてたわけですよ。ね。で、この島の中の戦いにおいて、主役兵器となっていくっていうね、独特の、立ち位置が設けられているそんなロボット兵器です。先ほどねちらっと話もしたんですけども、この物語の主人公は OCU の軍人で、名前はロイドと言います。物語は彼がある密命を受けて、ハフマン島のラーカス基地の調査に来たところから始まります。このラーカス地方っていうのは OCU と冷戦状態にある USN の領地なんです。
敵地の調査です。ロイドはこの作戦の内容をほとんど聞かされていません。部隊の隊長なんですけども、俺たちは指示されたことに従うだけさと、そんなノリです。で、この任務にはロイドの他にも仲間がいました。一人はカレン、ね、この部隊の副隊長にしてロイドの婚約者なんです。でもう一人は坂田、ね、これはロイドの親友です。で、厳密に言うともう一人いるんですけど、この人全く名前出てきません。最初のステージで操作もできるんですけど、誰かわからないし、その後明かされることもない、本当にモブの人。この4人で、ラーカス基地の、潜入調査に来ています。で、その潜入調査なんですが、事件が起こります。先行して施設に到着していたカレンがですね、その施設の中であるものを目にします。で、ロイドの通信に入ってくるカレンの声は、なんか異常なほどに驚いていて、冷静さを失っている、そんな声が届きます。で、ロイドは何があったって聞くんですけども、それに答える間もなくですね、施設にいた USN 軍のバンツァーにカレンは取り囲まれてしまいます。まあ、すぐさまね、ロイドと坂田と、もう一人の人が、助けに向かおうとするんですけども、カレンは来てはダメだと、ね、見てはいけないと、そういうことを発信してくるんですね。でよくわからないんだけども、ロイドはね、やっぱりカレンを助けなきゃいけないですから、ね、取り囲んでいる、バンツァーの方に向かっていくんですが、そのバンツァーの中に、ひときわでかくて、見るからにすごい性能だなっていうような機体が一個いるんですよ。そのパイロットがドリスコルっていうね、こうただならぬ雰囲気、もうただもんじゃないなというこのルックス、もう絵に描いたような、イケメンライバルキャラ風なやつです。はい。で、こいつの機体がもうあっという間にカレンの機体を破壊してしまいます。ここでカレンとの通信は切れて、もうカレンはどうなったのかわからなくなってしまいます。まあ、ロイドも、坂田も、で、もう一人も戦うんですけど、ほどなくしてですね、そのラーカス基地のその施設が大爆発を起こして、ね、そしてドリスコルにも逃げられてしまいます。はい。おそらく、証拠隠滅。何か、カレンが見てしまったあるものを隠すために、もう焼き払ってしまったと思われる。ね、その爆発事故が起こります。さあ、このロイドがね、巻き込まれたこの一連の出来事ですね、ラーカス事件としてですね、まあ、OCU 側が、停戦条約を破って USN の施設を攻撃したとしてですね、これをきっかけに OCU と USN が戦争に突入します、ね、で、この全ての責任を負わされる形で、ロイドは OCU 軍を追われることになってしまうんです。軍を追われたロイドは、まあ、先ほどね触れましたけども、バンツァーの戦闘競技ね、それの凄腕ファイターとなって日々過ごしていたんですが、そこにオルソンという、ね、謎の男が現れます。彼はロイドの腕を見込んで傭兵部隊の隊長になってくれないかと持ちかけてきます、はい、どうも、ロイドの情報はですね、あらかた調べがついているらしくてですね、軍に戻れば、ね、OCU の軍に戻れば、行方不明の婚約者を探すこともできるぞとそう言ってくるんですね。あのラーカス事件で乗っていたバンツァー破壊されて、ね、施設の爆発に巻き込まれて、そこからもう行方知れずの、ね、婚約者カレン、ね、それを探すことができるという言葉でですね、意を決してロイドはその傭兵部隊キャニオンクローの隊長になることにします、隊員の中にはですね、ラーカス事件ね、共に巻き込まれていたあの坂田がいたりとか、あと副隊長のナタリーというね、ちょっとこうミステリアスな女性隊員がいたりとか、あと、個性的な面々がね、いるんですが、まあ、それらをまとめ上げながらですね、第二次ハフマン紛争真っ只中のハフマン島の町から町へ、ね、戦場から戦場へと渡り歩いていきます、ね、与えられたミッションをこなしながら婚約者カレンの足取りを追ったり、ね、ラーカス事件の真相とか、あとこの第二次ハフマン紛争に隠された陰謀にですね、近づいていくといった本編ストーリーへと続いていきます。はい。まあ、ここからはですね、まあ、ファーストリメイクでね、楽しんで見てもらうとか、あと、まあ、今でもね、何らかの形で遊べるのかな、フロントミッションのファーストって。うん、でも、プレステとか、それのアーカイブとかになるから結構難しいかもしれませんけどもね。あとは、まあ、ファーストをね、遊んでらっしゃる方のゲーム実況なんかを見てみるとかでもいけるかもしれませんけどもね。実際にプレイしたい方は、ネタバレしないように、ファーストリメイクの発売を待ちましょう。
もし、好評であれば、その先が知りたいとかですね、いうのあれば、また、この先のストーリーがどんなだったかっていう動画を、まあ、作ってもいいのかなとか、ちょっと思ってますんで、皆さんのご意見聞きたいところです。はい。では今回はですね、フロントミッションっていうのはどんなストーリー、どんな世界観で、ストーリーの冒頭がこんな感じでっていうような話とね、あとバンツァーって、どういうポジションでその世界に、ね、存在しているのかっていうような話を、していきました。では今回はこんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。